戸部川によって洗い出された戸部症状断層断層が川を横切っており、両岸に断層の断面が見られる。上流部に硬い歴岸層、下流側に断層で破砕して脆い層があるため川床に段差ができる。戸部症状断層は愛媛県伊予郡戸部町、岩谷口の戸部川中流域にある中央、構造線の路頭。昭和13年に、 国の天然記念物に指定されており、日本の地質百選にも選定されている。戸部症状断層松山市戸部症状断層の一症状断層とは逆断層の一種で、断層面の傾きが45度よりも水平に近い断層を指す。断層の下側は約1700万年前に堆積した熊層群という歴岸層が、 中央構造線の南東側の基本構造である、ジュラキの三並川編成岩上に堆積しており、断層面を挟んだ上側はより古い約7000万年前の泉層群という堆積岩が覆いかぶさっている。この断層が動いた年代は約1500万年前とされている。なお四国には活断層帯である中央構造線活断層系が、 地質の境目である中央構造線に外略沿って走っているが、両者の位置は必ずしも一致していない。この路頭付近では約3から5キロメートル北にある伊予断層が中央構造線活断層系であり、戸部省上断層は現在活動していない。路頭の周辺の約200メートルは省上断層公園として整備されている。車で訪れる場合は、 松山インターチェンジから約20分、国道379号線沿いに駐車場がある。バス利用は、伊予鉄道松山市駅から、とべ駅に乗り、断層口下車すぐ。ありがとうございます。